東京2020パラリンピック競技大会。パラバドミントンで金メダルと銅メダルを獲得した山崎悠麻選手が調布市役所を訪れ、大会出場報告を行いました。調布市応援アスリート山崎悠麻選手は、東京2020パラリンピック競技大会バドミントン女子ダブルス、里見紗李奈選手とのペアで決勝戦に進出し、見事優勝、金メダルを獲得。また山崎選手はバドミントン女子シングルスでも3位となり、銅メダルを獲得しました。9月22日、山崎選手が調布市役所を訪れ、大会出場報告を行いました。山崎選手からは、大会に出た率直な感想や市民の皆さんへの感謝の言葉をお話しいただきました。女子ダブルスで金メダルで、シングルスはしっかりメダルを取りたいという思いでこのパラリンピックに挑みました。今回1年ということで、もう準備期間5年6年というような形で、やっぱりこう自分の中でこうモチベーションを保つのがすごい難しい大会だったなっていうのはすごい感じていたんですけれども、この応援アスリートということで、調布市さんからこう YouTube を作っていただいたりとか、冊子をいただいたりとか、そういったものを見ながら、本当にあれ気持ちが辛い時にあれを見させてもらって、すごく励まされながら頑張れたなっていう思いがあります。でその中でちゃんとダブルスで金メダル、シングルスで銅メダルを取れたっていうことがすごく自分にも自信になりましたし、とても楽しいパラリンピックになったなと思っています。市では市にゆかりのある現役アスリートを調布市応援アスリートに指定し、市を挙げて応援しています。山崎選手は平成29年9月まで調布市の職員として在籍していたことから、市民の皆さんへ山崎選手の大会での活躍などさまざまな場面で発信してきました。今回大会で優秀な成績を収め、市民に大きな感動を与えてくれたことを称えて、長友市長から山崎選手に調布市民スポーツ栄誉賞が授与されました。共生社会、障害の有無だとか 年齢だとか国籍だとか関係ない共生社会を形作っていこうということで、いろいろ考えて行動しているわけなんですが、健常者の方もいろんな方がたくさん見ていただけたかなと思うんです。そういったところでやっぱりパラリンピック面白いねってすごい言ってもらえる機会が今回とても多くて、でそういったものを見ていただいて、障害者っていうものへの垣根を越えてもらえれば、やっぱり近くなっていくのかなっていうのは感じて、やっぱり今回パラリンピック来てて、ボランティアの方とかも本当にたくさんの方がお手伝いしてくださって、そういったところの時にやっぱり少しずつこう歩み寄っていけてるのかなっていうのは感じました。はい、たくさんの応援を皆さんありがとうございました。今回応援いただいたおかげで金メダルと銅メダルを取ってくることができました。私自身調布市役所で7年ちょい勤めて、やっぱり大好きな町の調布です。今後も応援よろしくお願いします。返事が入っている方が表ってことです。調布市では今後も市を挙げて応援アスリートへの息の長い応援と一層のスポーツ振興を進めていきます。